況が手につかない画面の前の君。今回はモンハンのクエスト名に使われたことわざや四字熟語、元ネタを紹介していくぜ。せっかくだから楽しく勉強していってくれ。ふう、クエストクリア。それは結構なんだが、最近モンハンやりすぎじゃないか？最近の霊夢の姿を思い出すと、寝るときと食うとき以外はずっとやっている印象なんだが。別にいいじゃない。私は一度ハマると徹底的にやっちゃうタイプなの。ゲームもいいが、たまには勉強もした方がいいと思うんだけどな。勉強って何を勉強するのよ。む、そうだな。モンハンのクエスト名に使われたことわざとか四字熟語の意味や元ネタとかどうだ。公式の遊び心が溢れていて結構面白いんだぜ。それなら興味あるかも。ちょうど一区切りついたところだし勉強してあげるわ。じゃあまずはことわざが元になったクエスト名を紹介していくぜ。ことわざが使われたクエスト名ってそんなにたくさんあるの？実は結構あって、一つの動画じゃ紹介しきれないくらいだ。だから、今回はいくつか抜粋して紹介するぜ。そんなにあるのね。というわけで最初に紹介するのは、トライ G に登場したクエスト、喧嘩妖精灰、だぜ。こちらは渓流でドスジャギーを2頭を狩猟するクエストとなっている。喧嘩妖精灰って、喧嘩した人は理由に関係なく両方お仕置き、みたいな意味よね。ドスジャギーは同じ種類のモンスターだし、喧嘩なんかしないんじゃない？いや、ジャギーたちは、リーダーのドスジャギー1頭につき1つの群れを形成してるんだ。このクエストの2頭のドスジャギーは縄張りをめぐって喧嘩をしてるんだぜ。なるほど。縄張り争いで喧嘩してるドスジャギーを、ハンターが両方成敗する、ってことね。その通りだぜ。意外と面白いじゃない。この調子でどんどん紹介してよ。霊夢も乗ってきたところで次に行くぜ。二つ目は 4G で登場した、壁に耳あり、天井に目あり、だ。妖怪でフルフルを一頭狩猟するクエストだ。壁に耳あり、障子に目ありだっけ？そうだぜ。隠し事をしようとしても、どこで誰が見たり聞いたりしているかわからないぞ。という意味だ。でも、最後のハテナ、は何なのかしら？フルフルには目がないからだろうな。なるほど、ガテンが言ったわ。次に紹介するクエストは、またも 4G からだぜ。クエスト名は、雷鳴の正体見たり、雷老竜だ。なんか聞き覚えがあるような。なんだっけ？元になったことわざは、幽霊の正体見たり枯れ尾花だな。疑心暗鬼の状態で物事を見ると、悪い方向にばかり考えてありもしないことを怖がるようになるという意味だ。意味合い的には噛み合わないが、語呂と字面がお気に入りだぜ。なるほどね、このクエスト、語呂が良くて私も好きだわ。さて、次に紹介するクエストは、ライズのクエスト、夫婦喧嘩はガルクも食わないだ。大社跡でヌシリオレウスとヌシリオレイヤを討伐するクエストだぜ。これはわかるわ。元になったことわざは夫婦喧嘩は犬も食わない、ね。その通りだぜ。夫婦喧嘩はつまらない原因で勃発したり、一時的なものだったりするから、他人が介入するものではないという意味だな。この2頭の喧嘩はどうなったのかしらね。特に喧嘩しているわけではないが、仮に喧嘩をしていたとしても、ハンターの介入によって強制終了だろうぜ。なるほど。さて、最後のことわざクエストだ。4G に登場したクエスト、外伝飛んで網にいる雷の虫だぜ。原生林で超伝来光中を3個納品するクエストだ。飛んで火にいる夏の虫が元になってるのね。でも、超伝来光中って神王がを倒さないと取れないんじゃなかった？これは虫網があった頃の話なんだが、帯電して発光状態の神王が点灯した時だけ背中で虫網が使えたんだ。戦闘中に超伝来光中が採取できたんだぜ。それは初耳だわ。虫網がなくなって、その要素もなくなったのかしら。ライズでも納刀状態で近づいたら採取できるぜ。神王がの背中にいる超伝来光中が虫網に入っていく様子を、飛んで火にいる夏の虫ということわざに当てはめたクエスト名というわけだな。うまいこと命名するわね。公式のセンスには感心するわ。なかなか楽しいだろ。そうね、次の四字熟語も頼むわ。さて、次は四字熟語が使われたクエスト名だ。ことわざと違って、実際の四字熟語がそのまま使われているものを紹介するぜ。いいわよ、どんどん紹介して。最初のクエストは、無限法要だ。セカンド G のクエストで、内容は、決戦場で麒麟2頭の討伐だぜ。無限法要、初めて聞く言葉だわ。人生や世の中の物事には実体がなく、非常に儚いことを例えた言葉だぜ。なんとなくだけど、幻獣の麒麟をイメージさせる言葉ね。実際、そういう狙いでつけたんだろうな。ちなみに、同一固有の2頭討伐のクエストがあるのは、麒麟だけだぜ。儚い話ね。次は 4G のクエスト、高難度、外周一色だ。
原生林で極限状態グラビモスを一頭狩猟するクエストだぜ。かっこいい四字熟語ね。グラビモスは鎧竜とも呼ばれるから、そことかけてるんだろうな。なるほど。でも、外周一色ってどういう意味？鎧の袖でちょっと触れる程度の簡単さで敵を任すことを意味する四字熟語だ。極限状態のグラビモスの強さを表しているぜ。依頼文にも、波イルカ竜をわずかな力で蹴散らす、というような表記があるしな。しっかり意味も絡めているのね。でも、極限状態のグラビモスって強かったの？まあ、極限状態自体かなり強力だったからな。と、遠い目をするほど？気を取り直して次のクエストだ。ライズに登場したクエスト、悪役無道だぜ。大社跡で、メインモンスターのマガイマガドを狩猟するクエストだ。このクエストは私もやってるわ。でも、悪役無道なんて四字熟語、実在するの？しているぜ。人の道に外れた、とんでもない悪事を意味する言葉だ。マガイマガドのイメージにぴったりの言葉ね。人ではないから人の道外して当然だけど。実際、百竜夜行に乗じて、カムラの里を壊滅寸前にまで追い込んでいるからな。憎まれていると同時に、恐れられているとも言えるぜ。でも、最後の乱入はかっこよかったわよね。悪のイメージとかっこよさが、しっかりと作中で反映されているよな。さて、最後の四字熟語クエストも、ライズからの紹介だぜ。溶岩洞でラージャンを一頭狩猟するクエスト、アッキラ説だ。アッキラ説って言葉自体は聞いたことあるけど、どんな意味だっけ？人に害をなす化け物を意味する言葉だぜ。ちなみに、ライズには登場しない特殊個体だが、月光したラージャンからは、羅刹の金閣という素材が取れるんだ。公式的に、アッキラ説という言葉はラージャンのイメージなのかもな。確かに、ラージャンは他のモンスターより強烈だもんね。固有級の危険生物だからな。人間だけでなく、他のモンスターにとっても、ラージャンはまさしくアッキラ説だぜ。私、未だにラージャンが怖いのよね。さて、最後は元ネタがあるクエスト名の紹介だぜ。元ネタって何の？小説とか映画とか、いろんなジャンルの元ネタだぜ。お堅い勉強ばかりだと疲れるだろうから、最後は少し力を抜いて楽しんでくれ。ありがたいわ。最初に紹介するのはセカンド G のクエスト、死に至る眠りだぜ。ヒプノックを一頭狩猟するクエストだ。元ネタはエヴァンゲリオンかしら？まあ、浮かぶとしたらそっちだよな。だが、おそらく元ネタはキルケボールの哲学書、死に至る病だぜ。大元は新約聖書だけどな。元ネタが深いわね。戦ったことがある人はよく知っているだろうが、ヒプノックは睡眠不要の攻撃を仕掛けてくる。大型モンスターを前に眠らされる恐ろしさを、うまく表現したクエスト名だぜ。確かに、センスあるわね。次に紹介するのはポータブル3の、仁義なき構想だ。水没林で、ドスフロギー一頭、ロアルドロス一頭を狩猟するクエストだぜ。仁義なき構想、聞いたことがあるようなないような。仁義なき構想という、香港映画があるんだが、おそらく元ネタのイメージとしては、仁義なき戦いの方が近いだろうな。仁義なき戦いは、ヤクザの争いを描いた、有名なヤクザ映画だぜ。そんなに有名なのね。見たことはないけど、道理で聞いたことあると思ったわ。このクエストは、ドスフロギー率いる勢力と、ロアルドロス率いる勢力が、水没林で対立しているから、両方のリーダーを狩猟してくれ、って内容のクエストだな。クエスト内容と映画の内容がしっかりマッチしているわね。次に紹介するクエストは 4G に登場した、外流と合流は各語り機だぜ。原生林でグラビモス一頭と、ジガレックス一頭を狩猟するクエストだ。なんとなくだけど、高尚な元ネタがありそう。サラツストラは各語り機、というニーチェの著書が元ネタと思われるぜ。読んだことないわ。私もしっかり読んだことはないぜ。ちなみにこのクエストの依頼人は、わがままな第三王女で、外出禁止になってしまったから、狩猟の土産話を聞きたいという理由で依頼してきている。元ネタの主人公、サラツストラは最初、山にこもっているから、その辺を重ねているのかもしれないな。読んでないからなんとも言えないけど、サラツストラが山にこもった理由と、第三王女が閉じ込められた理由には、天と地ほどの違いがありそうね。次に紹介するクエストはダブルクロスに登場したクエスト。ドボルがためにドラはなるだぜ。沼地でドボルベルク一頭を狩猟するクエストだ。聞き覚えがあるような、ないような。元ネタはおそらく、ヘミングウェイの長編小説、だがために金はなるだぜ。これも、小説とクエストの内容がマッチしていたりするのかしら？マッチはしてないっぽいんだが、語呂の良さが気に入ってしまってな。確かに語呂がいいわね。ちなみに、このクエストの依頼人は、トライ G に登場した、タンジアの港のローラだぜ。ドラを担当しているエリナが、ドラを鳴らす動作のために、ドボルベルクの動きを参考にしたい、という経緯があって依頼されたクエストだ。トライ G プレイ済みの人にとっては嬉しいクエストね。
最後に紹介するクエストはダブルクロスに登場した、古文、取り分、いい気分、だぜ。沼地でどう思うかイアンクックと、どう思うか将軍ギザミを狩猟するクエストだ。結構ハードな内容ね。にしても、古文、取り分、いい気分、ってリズムに聞き覚えがあるような。一昔前のセブンイレブンの CM が元ネタだと思われるぜ。ああ、セブンイレブン、いい気分。すごいところから持ってくるわね。このクエストの依頼人はトライシリーズで、お供はイルーポジションだった、鬼面族のチャチャだ。どう思うか下2頭のモンスターを討伐したら、古文にする剣を検討してやるっちゃ、みたいな依頼文だぜ。ずいぶん偉そうね。トライシリーズをやるとわかるが、アイルーとは違った可愛げのあるキャラだぜ。そう言われるとプレイしたくなってくるわ。クエスト名の言葉遊びと元ネタ紹介は以上だぜ。たまにはこういう勉強もいいわね。賢くなった気がするわ。心の良さだけじゃなく、元ネタや言葉の内容に合わせたクエストもあって面白いよな。公式の遊び心を読み取るとこっちも楽しくなってくる。こういう意図を読み取りながらプレイすると、さらにゲームが楽しくなるわね。ちなみに、今回紹介したクエスト名はあくまで一部だ。それに、私が見逃した言葉遊びや元ネタがあるクエストもあるかもしれないぜ。みんなも探してみてくれよな。今回紹介されたクエスト名に感心した人は高評価を。他にも言葉遊びや元ネタが入ってるクエストを知ってたら、コメントしてくれると嬉しいぜ。これからも、モンハンシリーズの魅力をどんどん紹介していくから、チャンネル登録もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。強者あるところに弱者あり、むしろ、弱者がいてこそ強者が成り立つこともあるよな。同じように引き立て役となるモンスターがいるからこそ、強モンスターの強さが際立つんだぜ。新モンスターにあっさりやられるかつての強敵、不甲斐に未来を託すもの、不甲斐に掘り起こされて発射されるもの、引き立て役から見た自然界の厳しさに君は涙するだろう。次回、引き立て役になってしまったかわいそうなモンスターを戦。ゆっくり見ていってね。We'll be right back.